ご紹介に預かりましたお友達でございます。小学生の頃から来て生まれた時から親友と呼んでいただいております。ありがとうございます。ただちょっともう全然蒲田にも星野さんにもしばらく会ってたんで、なんか覚えてるかなっていう、なんかできたのか変わってしまったのはね、新しい格好だと思うので、ここで一生懸命演奏したいと思います。星野さんとは昔Thank you.
高いですよ。Thank you.